こんにちは、そしたらですね、引き続きタミヤの NSX タイプ R 化計画の続きをやっていきたいところなんですけども、雨ばっかりでね、作業が全然進まないっていうのがあって、ちょっとね、まだ前回の塗装の手直し、エアブラシ初めて塗装したんでね、ちょっとこう満足いく塗装の仕上がりになってなかったんで、ちょっとそれの手直しをしたりとか、そんなんをしているせいでちょっと作業が遅れてます。なので、ちょっと今回はね、こっちの作業の方はお休みにしまして、お休みっていうか、まあ作業はしてるんですけど、ちょっと紹介できるような進捗じゃないので、これはちょっと置いといて、その間にちょっとこの間コメントでですね、視聴者さんに教えていただいた、この NSX 用のディテールアップパーツを、買ってきましたんで、それをねちょっと紹介しようかなというふうに思います。まだちょっと今回の NSX に使うかどうかっていうのはちょっと決めてはいないんですけれども、まあ、ちょっととりあえず買ってきましたんでご紹介しようと思います。はい、それがこちら、ホビーデザインですね。ホビーデザインの、ホンダ NSX ディテールアップセット 4T っていうことで、まあ、一応ね、非正規の商品にはなるので、まあ、正式にタミヤが出してる商品っていうわけではないんですけれども、このホビーデザインっていう中国だと思うんですよね。多分このドメインから言っても中国のガレージキットメーカーだと思うんですけれども、そのメーカーが、まあ、4T ですね、タミヤの NSX 向けに出してるディテールアップキットになります。はい、なのでこれをねちょっとねご紹介していこうと思います。ちなみにこれ結構高いです。これだけで4200円します。なんで、どんなもんなんかなと、マッチングだけにしてはちょっと高いかなって思ってたんですけど、開けてみるとね、ところがどっこい、このお値段なりの、中身のボリュームで、逆にちょっと引いてしまったっていう部分もあるんですけれども、ちょっとこれをご紹介しようと思います。はい、そしたらね開けていきますと、結構いっぱい入ってるんですよこれ実は。こんな感じで、エッチングパーツがいろいろ各種入ってるのと、とこれレジン、多分レジンだと思うんですけど、レジン製のブレーキパーツと、あとシートベルト用の、この布パーツ、布パーツっていうのかな、布が入ってます。であとこんな感じで説明書が入ってます。でまあこの説明書ざっとこうやって見てもらったら分かるんですけど、とんでもない量のパーツを入れ替えっていう形になります。でまあちょっと開けていくと、でねエッチングもこう厚みが2種類あって、普通のこのステンレスの硬いエッチングが、この2枚、この2枚が普段通りの硬いエッチングパーツですね。でこっちがね、なんかペラペラ、これも厚み2種類あるんですけど、こんなペラペラのエッチングパーツになってます。でこれをねどうやってはんねんっていう気もするんですけど、どうやるんだろうね。まあちょっとその辺も考えて調べてちょっとやってみないとダメなんですけど、こっちがね基本的に、
まあ、ボンネットの、ボンネットじゃない、ダッシュボードの上のとことか、サイドのエアインテークの部分、光反射して見にくいな、とか、あと、エンジンカバーのところ、エンジンカバーのメッシュのところが、キットの場合だと、あれ、デカールで再現になってるんですけども、そこも全部エッチングパーツが入ってます。こんな感じで入ってます。で、もう一丁薄いのが、あ、でも薄いってほどでもないか。薄いのはこれだけですね。で、あとは普通のエッチングパーツになってて、こっちのやつが、ダクト系ですね。前後のバンパーのダクトだったりとか、あとこれラジエーターかな、ラジエーター、インタークーラーか、インタークーラーとか、あとキャリパーの表面の部分のエッチング、これはいるのかな。これはこれ貼るよりもデカール貼る方がいいような気がせんでもないんだけど、まあこんなのがついてます。あとワイパーかな、がついてます。あとこっちが、こっちもバンパーだな。なんか同じ形のやつが2種類ついてますね。何なんだろうこれ。どう違うのかな。まあまあ、フロントバンパーのダクト、あとパドルシフトとか、とこれミラーの鏡面の部分ですね。ミラーの鏡面の部分、まあここ僕はあのこのキットに入ってるメッキパーツを使おうかなと思ってるんで、これはまあ多分ちょっといらないかなっていう感じですけど、あとまあ、フットレストかな、これはフットレストと、あとなぜかねカップホルダーがついてるっていう、これいるっていう感じはするんですけど、カップホルダーがついてます。あとこれがディスクブレーキですね。前後のディスクがこうついてるとなってます。で、あとこれかな、こっちが、あれ、ここにも入ってるな、ここにもフットレストついてますね。なんかちょっと仕上げが違うのが2パターンついてますね。フットレストと、あとアクセルブレーキのペダルで、前後のバンパーですね。バンバーじゃない、ナンバーですね。で、あとこれはね、ディフューザーのフィンですね。ディフューザーのフィン、これは、キットについてるディフューザーを切り飛ばして、穴を開けて固定するっていうタイプになります。ちょっとややこしい付け方にはなりますけど、まあキットのねフィンはちょっと分厚めになってるので、プラスチックの成形上、これの方がまあちょっとリアル感はあるかなという感じにはなるんですけど、つけるのがかなり大変っていう感じですねになります。あと、これがフロントバンパーのフィンの部分ですね。この下のところにつく、この部分、この部分のフィン、この部分のフィンも、まあ、プラスチックの成形上ちょっと分厚くなってるんで、まあ、こういうエッチングパーツに置き換えてあげて薄く仕上げてあげるっていう感じみたいです。でもこれは正直いらないかなっていう気もするかな。キットのまんまで十分かなっていう気もします。で、あと、これがシートベルトだったり、シートベルトだったり、いろんなインレットマークですねになってます。ホンダのエンブレムだったりとか、そういうのがいろいろ入ってます。はい。で、まあエッチングパーツはこんな感じで、次こっちなんですけど、これがねちょっと僕びっくりしたんですけど、このブレーキパーツ、このブレーキパーツがこのキャリパーがね、キャリパーがこんな感じでベタになってるんですよ。で、ディスクブレーキがあって、まあ、この表面にエッチングパーツを貼り付けてあげて、で、その上にこのディスクブレーキ、キャリパーをこう
くっつけてあげるっていう感じに仕組みに構造になってます。なのでね、まあ塗装がしやすいっていうのもありますし、やっぱり別体になってるとかなりリアル感が増すっていう部分はあるんで、これはねすごいいいデザイン、いい作りになってるかなと思います。でリアの方も、このサイドブレーキ用のキャリパーと、普通のブレーキ用のキャリパーが両方入ってます。このレジンってね、ちょっと塗装したことないんでね、なんか塗装する前に普通のプラよりも脱脂作業をしっかりせなあかんっていう風に書いてましたけど、その辺がちょっと不安ですけどね。こんな感じで、普通のブレーキ用のキャリパーと、サイドブレーキ用のキャリパーが付いてるので、この2つをこうくっつけてあげるっていう感じですね。こうしてあげるっていう感じになります。はい、というわけで、このディテールアップのディテールアップキットの構成はこんな感じになってて、非常にねいろんなパーツが入ってます。なのでこれ全部組み替えるとかなり精巧さというかね、リアルさは増すかなと思うんですけれども、こんだけの数をねやるとね、ちょっと時間とかその辺がとんでもなくかかってしまうのと、あとまあちょっとスキル的なものもあるんで、ちょっとね今回のこの NSX に関してはちょっとこれはパスしようかなと思ってます。まあどっちにしろまたね、あの NSX は作りたいなと思ってるんで、何台かね、ちょっとその時までちょっと封印しとこうかなと思います。ね、いい値段するんでね、もっとほんまに上手くなってから使ってあげないとちょっともったいないなっていう気もせんでもないっていうのがあるので、また今度にしようかなと思います。今回の NSX には多分使わないと思います。もうキットそのまんまっていう形でやっていこうと思いますので、またねこうチャンネル登録して動画見ていっていただけたら、そのうちこいつが出てくることがあると思いますので、その時にまたお楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、というわけでですね、まあ、引き続き NSX の制作の続きをやっていきますので、ただ続き見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけましたら、最新の更新の通知とか受け取ることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。またいいねとかコメントとかねいただけましたら、まあこれもねコメントで教えていただいて、買ってきたんですけれども、励みにもなりますし、まあ、僕の知らないことまだまだいっぱいありますので、教えていただけたらなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。